ートアートペットです。今日はテディベア風猫の作り方をご紹介いたします。頭、手、足が稼働する糸ジョイントによる作り方です。糸ジョイントの仕方をマスターするとこのように可愛らしい手足の動く羊毛フェルト作品が作れるようになります。そうすることによってディスプレイする楽しさも広がるので、ぜひチャレンジしてみてください。頭になる丸と胴になる丸をニードル綿で作ってください。しっかり固めて作ってください。布団針にタコ糸を通したものを胴の方から通して頭に抜けます。硬いので気をつけてください。糸が出てきたところの横から針を通します。硬かったらキリなどを使って穴を開けて針を通すと通しやすくなります。それをもう一度胴に通して抜けます。はい、これをしっかりグッと引っ張って結びつけてください。これで頭と胴が動く糸ジョイントが胴の部分ができました。これに目や鼻をつけて胴を作ります。手と足を作って用意してください。猫の背中の部分から針を通して、手をつける部分に針を通してつけたい手の内側から通して、少しずらしたところですね、ここに針を返します。今度は後ろに出てくるのではなくて真横に突っ切ってください。ちょっと真横に出してください。そして次の手を内側から通して、出てきたところの少し横から返してください。これをさっき出したいと通したところの背中に返します。結んでください。手がつきました。足をつけます。足はお尻の後ろから足をつけた位置に糸を通して、足の向きに注意しながら内側から糸を通して、少しずらして糸を返します。これで手足が動くテディベア風の猫ちゃんができました。後からこの白の糸が見えてる部分には同じ色の羊毛フェルトでかぶせて、刺してカットして隠してあげてください。